ことはありますか？いや、素晴らしいですよね。パソコンでやるといい企画に見えますよね。中身はどうでしょうか？さっきイベントを絡めた企画がございましてね、我が社の現在のキャッシュじゃ回らないと思うんですけれども、資金繰りはどうなさるおつもりなんですか？本社から借りるんですか、それとも銀行から？それはお手元の財務諸表をご覧になれば我が社がどういう状況なのかお分かりになると思うんですが、まさか副社長は財務諸表がお読みになれないなんてことはないですよね？そういう勉強はしてないので見ても分かりません。困ったな。あなた商品開発担当じゃないんですよ。副社長が財務諸表が読めない、そんなふざけた話がありますか？そんなのでよく副社長を引き受けましたね。かっこいいからですか？冗談じゃないよ。おい、一体どういうおつもりなんですか社長。財務諸表なんて覚えれば誰でも見れるようになる。高木君、ちょっと来て。副社長が副社長なら、それを抜擢した社長も所詮は新参者か？私には我々の仕事は経営も商品企画も目的は一つ、お客さんの喜ぶ企画を作ってたくさんの人に参加してもらえばいい。財務諸表は読めるように勉強しなさい。はい。教えてほしいだなんて。ちょっとね。そう、私が前使ってたやつあるから、とりあえずこれでやろっか。ありがとう。そろそろ終わりにしよっか。疲れたでしょ。もう遅いし、そうしよっかな。ありがとう。あ、ねえかな、明日も来ていい？別にいいけど、この本どれくらいで終わらそうと思ってんの？今週中に。今週中？マジかよ。ごめんね。あ、ねえ、そうそう、そういえばさ、これ。これ、何？ああ、ジョージ・ファビオ。知らない？最近この人のね、ブランド結構人気あんの。最近忙しくて、全然買い物行ってないからな。だよね。この人、うちの社長と古い付き合いらしくて、
今度うちにも商品置こうかって。それでさ、それより超久々に見たよ。え？走り出したら止められないゆりさん。先日の企画ですが、資金繰りについてはメインバンクと話をして手当てできるようになりました。そうですか。そこまでしてこの企画をやりたい、その理由は何ですか？まずこのターゲット層に向けての企画が我が社にはありません。またこの企画は他社に似たような商品がないため十分な利益につながると思っています。逆に常務にお尋ねしますが、営業利益率を高めるにはどうしたらいいと思いますか？それはコストを抑えることだろう。そうではないと思います。大手に比べてもコストは変わりません。大手は営業所も多いしブランド力も違うんだよ。違います。お客が行きたくなるような企画がないからです。行きたくなるような企画なら多少高くても参加する人はいます。成長率だって他社に比べひどい状況です。旅行業界は飽和状態なんだ。成長率が下がるのは仕方のないことだ。そうでしょうか。国際旅行は下がるどころか 3% も伸びています。どうしてだと思います？若い女性向けの企画商品が伸びてるからでしょう。そうです。業界全体は停滞していますが、若い女性が旅行に行く機会は増えているし、行く時に使う費用だって増えています。大体常務はちゃんと資料をご覧になったことないのではないですか？本社から例のイタリア企画でメタバの場所に行けないためキャンセルが続出すると予想され、代わりに何か企画できないかと相談が来ています。一旦考えるとか本社に言うと穴が開いた責任がこちらになる。すぐ断ろう。待ってください。まだ時間あるじゃないですか。考えてみましょうよ。副社長がやるとおっしゃるなら反対はしません。考えてみます。本社に高木副社長が自ら責任を持って対応すると回答しておけ。Oh.
can't do all that. You ain't got nothing to be afraid of, right? Let the pride make you cry. Stroll and pride, fight and stride. Ups and downs ain't that part of life. Full of choices, you can't avoid this. Let this prayer be your voices. 願いはどうか